やったね、私国王やん、やばー。結局ザロ間に座っとかんといかんね、私。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、石板のチェックをしにいかんといかんねよね。で、とりあえずあれやろ、開拓レシピは全部できたんよね。お、みんなやってきた。てかみんなどこ行きよったんやろ。ねえ、ゾロゾロと。青の石板から強い力を感じる。ごめんね、そこのドレッサーめっちゃ邪魔かもしれんけど。アイナ、とっても大きな力を感じるわ。またビルダーとして成長したみたいね。アイナ、ルル実は前から思ってたの。あなたってひょっとしたら世界一のビルダーなんじゃないかって。言い過ぎじゃない？出会った頃はお尻の青い見習いビルダーだったけど、今じゃ誰よりもすごいビルダーね。フォッフォッフォッ。どこ？おー、来た来た。ついにやったの。ついに3つの石板にものづくりの力が宿ったのじゃ。これにて島にものづくりの意志を残したイニシエンビルダーの夢は叶ったと言える。さてアイナよ、最後の仕上げとしてお主にやってほしいことがある。後でお主一人でわしの診断に来るがよい。お、一人？マジで？アイナ、我々はここをムーンブルクの民の居住区域にしようと考えている。君は先に白ジードのところに行ってもいいし、ここでしばらく物を作ってくれてもいい。どうするかは任せるが、これからは思う存分好きなものを好きなだけ作ってくれ。お、開拓レシピ目標を達成。新たなこだわるレシピが石板に並んだ。白ジーはアイナだけで神殿に来いって言ったらしい。ルルもここに残るわ。アイナは準備ができたら神殿の白ジーのところに行ってみて。ってことでちょっと白 G のところに行ってみるかな。あー、すごいお城できとる。いいねいいね。ほい、来たよ。青の石板の地の開拓が終わり、これでひとまずこの島の開拓はおしまいじゃ。あ、これでもうクエスト的なものはないってこと？アイナよ、お主が島の開拓を終えたことでわしは全てを思い出した。この老いぼれにここまで付き合ってくれたのじゃ。お主には全てを話さねばなるまいの。そしてこの先どうしていくか、改めてみんなで考えていかねばならぬ。何を思い出したん？しかーしじゃ。今は年寄りの昔話に付き合ってもらう時ではない。ひとまずこの島を完成させるとしよう。そのために最後に作ってほしいものがある。島を完成させるって何？わしの昔話にはその後で3日3晩付き合ってもらうぞい。めっちゃ嫌なんですけど。全然嫌なんですけど。さあさあ、いよいよじゃ。いよいよこの空っぽ島を完成させるとき。まあ本来はものづくりに終わりなのないはずだが、一応の一区切りというやつだ。開拓ひとまず終わり、島がものづくりの力で満ちた証に、お主に作ってほしいものがある。それはビルダーの旗じゃ。ビルダーの旗？ビルダーの旗ってあれ？1の時にあったやつかな。詳しいことはあちらで話す。わしについてくるがよい。なんか必ず拠点に着いたらさ、旗を差し寄ったことない1で。そういえば2なかったね。ビルダーの旗。それを作るってこと？何、どこ行くの？ほうほう。え？なるほど。この上。何話せ。ビルダーの旗。それはこの島にものづくりが満ちた証となるものじゃ。島を開拓したお主が島の主としてこの島を表すシンボルとなるマークをこの地面に描いてくれ。地面にブロックで描いたマークがそのまま形となり、ビルダーの旗の模様となるのじゃ。ビルダーの旗はいわば国旗のようなものじゃ。見るものを引きつけるマークにするんじゃぞ。さて、作るために必要なものは全てわしからプレゼントするぞい。ドットデコーダーを手に入れた。白い岩を15個手に入れた。さあ、この四角い場所にドットデコーダーでブロックを作り、北上にして島のマークを描くがよい。もしマークを決めかねても心配はない。後から何度でも変えられるからの。ほっほっほっ。ひょっとして一からマークを考える自信がないか？ないです。もし必要なら、わしがマークのサンプルをやるが、どうじゃ、サンプルが必要か？お願いします。おう、そうか。それではサンプルをやろう。わしの自信作じゃぞい。何これ？あ、あれか。ハンマーってことこれ。なるほど、なるほど。敷かれたサンプルの通りでもお主の好きな置き方でもよい。とにかく島のマークを完成させるのじゃ。君だけのマークを作ろう。空っぽ山の山頂にカラーブロックで絵を描くと、それがアユナの空っぽ島のシンボルマークとなり、そしてすごい、なんか説明の中にアユナって出てくるちゃんと出てくる。とりあえずなんかこの辺のいらんもののけてこのけてこのけてこ、よいしょ。これでとりあえずこの通りに作ろうと、まあ、そのうち作り変えるかもしれんけどそしてなんかああいうパズルってなんて言うんやっけ、ちょ名前が出てこんねやけど、あ、ルービックキューブやルービックキューブみたいな見た目じゃない？なんか私ルービックキューブ完成させたことないけんな一回もないけんな、よくわからない。さあこれでとりあえず置いていきますか。これあれなん？あ、びっくりした光らんのかと思った一瞬、焦るやん、やめてや。おう、あ、今そこの部分かってことは、こここれで手を離してしまったわ。どう？王国の旗の設計図が完成した。なるほど、すげえ。いいね。アイナの島のマーク完成した。できたよー。どうも。ほっほっほ。ビルダーの旗のマーク完成したのじゃな。いつでも変えれるんよね、別に。うんうん。悪くないできた。ではビルダーの旗のマークはこれで決定してよいか？オッケー。ほう、よしよし。それではこのマークを旗に移し、お主のビルダー王国の国旗としよう。ビルダー王国。ルル王国ではないんやね。アイナの旗を手に入れた。おー、すごい。そういう感じなんや。かわいい。思っとった旗とは違ったけど、かわいい。ほう、よくやったの、アイナ。なかなか素晴らしい旗じゃぞい。では、アイナ。その旗を目印の場所に掲げるのじゃ。さすればこの島は完全にお主の王国となる。え、大丈夫ルルわしは一足先に旗を掲げる場所に行っておるぞい。どこ？旗を掲げる場所、この辺？あ、そこか。行きます。ふわはここか。え、どこ？なんか微妙にずれとるような気がするけど、まあでもそこなのね。あ、横長い剣ってことかな。ここですね。はあ、すげえ。あ、何？みんながめっちゃ集まってきたんだけどペロとかなんか久しぶりに見た気がする。空っぽ島がアイナ王国になった。私の国になっちゃったよ、この島は。素晴らしいみんな来るの早くない？なんか旗を置いたねっていうスピードでやったね。私国王やん、やばー。玉座の間に座っとかんといかんね、私。ほう、アイナの旗を置いてくれたのじゃな。これでいよいよ、何？おー、どうもどうも国民たちよすごいすごいすごいじゃない。何なのよこの旗は。私、今まで以上に全身からものづくりに力が湧いてくるみたいです。なんと素晴らしい。これにて島がものづくりに力で満たされたということか。とっても素敵な旗ね、アイナの。私たちの島にぴったりだわ。開拓が終わり、ものづくりも一区切りかと思っておったが、まだまだ未来にものを作りたくなったぞ。やったわね、アイナ。ルルが認めてあげる。あなたは最高のビルダーだわ。嬉しい。めっちゃ崇められおるっぽい。お、何？天気が。なんじゃ？この空は一体。お指導どこお主はどうしたのじゃ。ね、どこどこ来た。うわ、なんか不吉なオーラを。何もう覚醒する。あゆな、いつの間にあんな旗作りやがったんだ。今ちょっと指導大丈夫なの。あゆな、頼む。俺を何殺してくれ。指導さん。静かになった。ロトの勇者に敗れた大神官ハーゴンは自らの血を捧げて破壊神を復活させた。ハーゴンが復活させたのがシドーってこと。そう、その時から私はずっとシドー様と共にあったのだ。誰あなたは。私は見てきた。ビルダとシドー様を誰よりも近くでな。誰よりも近くでずっと一緒におったってこと。誰。体の中にってこと。なんか笑い出したし怖っ。想像だけこの世界に今ものづくりに力が満ちた。そう、これなるは破壊神シドー様の復活の時、体の中におったってことか。おってことはあのシドーはただの入れ物。おハーゴンじゃないこれ。人も魔物も神ですら運命からは逃れられん。いくら拒もうと破壊神は破壊神。貴様はハーゴン。こいつがハーゴンだけど、ハーゴンは死んだはずじゃ。何消えた。キメラ危ないよ。そう、私は亡霊。私が作ったこの幻の世界でしか存在し得ぬもの。あ、ハーゴンが作った世界なんやね。幻の世界。そう、勇者に敗れ力を失ったシドー様を私がここに逃がしたのだ。破壊の神としてもう一度復活していただくために。どういうことなのだ。この世界が幻とは一体。あれやん、みんながいいよってことやんね。ここはこの私が勇者どもを惑わすためだけに作った世界。この世界の草や木も、そして貴様ら人間どもも全て現実には存在しない私の夢に過ぎん。そんなバカな。こんなみんな一生懸命ものづくりしよるのに、私の死と共に消えるはずの夢がここまで残っていたのは意外だったかな。どうりで変だと思った。一度滅んだハーゴン教団がこんなに広まっているわけないもの。ルルにも何かしらの記憶があるんや。いまいましくも勇者どもはこの幻の世界から抜け出し、私とシドー様を亡き者にした。しかし私の意志はまだここにある。破壊神シドー様と共にこの世界から抜け出すことができるんやね。それにしてもやはり取るに足らんものだな、ものづくりとは。これがあゆな王国だと。冗談も休み休み言うがよい。これが王国の旗。こんなものはただの落書き。ゴミ以下のクズにも踊る代物だ。ものづくりごっこも救世主ごっこも仲間ごっこもくだらなすぎて笑いが止まらんわ。あんたね、黙って聞いてれば。指導をどうする気よ。指導を返しなさいよ。小娘。指導だと。指導様と呼べってこと。様をつけんか、様を。きゃー。どこにいるのミトちゃん。あ、それあれか。おのれハーゴン。貴様が人間どもをたぶらかしたイニシエのビルダーのなれの果てか。邪魔だ、消えろ。てかイニシエのビルダーって白地なこれ。イニシエのビルダーってあれやろ、なんかいろんな各地になんかね、書物みたいな、日記みたいなの残しとるけど、それが白地ってこと。白地何した私が作った幻どもよ。貴様らは想像したい私に、この私にひれ伏しておけばよい。お、指導が。何あの天体。さあ、時は来た。指導様のお力で、この幻の世界を消し去り、今度こそ現実の世界を滅ぼしてくれる。あ、ちょっと入れ物やったわけではなく、指導は指導なんやね、やっぱり。参りましょう、指導様。破壊神たるあなたが、世界の全てを滅ぼすこと。これまた運命なのです。連れてかれたんですけど。追いかけるってことこれを。てか、白 G はどうなった。あいな、どうするの。どうしよう、指導が、白 G が。ルル、落ち着いて。そんなに慌てて、あなたらしくないわ。私はムーンブルクで聞いた。この世界が偽りであり、幻だと。これはつまりそういうことなのか。でも、だとすると私たちは何なんです？私たちは、ハーゴンに作られた人間ってことですか？そんなわけないじゃないですか。俺たちが幻なんて、そんな。今見ている世界が夢ではないと断言することなど誰にもできない。もちろん信じたくはないが、これリアルの世界でもそうやって言うよね。そんで、シドーはどこに連れて行かれたんだよ。そして、シドー様が破壊神というのは。ってことは小さい頃からの記憶とかも全部作られとるってことかな。破壊神だろうと幻だろうと、そんなのどうだっていいわ。でもルルとか、あと何、王様とかムーンブルクのは元の世界の記憶があるってことは、そこは作られたんじゃなくて元の世界から連れてこられたっていうことなのかな。勇者と同じように。ルル、絶対に許さない。みんなを不安にさせて、アイラの旗をバカにして、白じいに、シドーにあんなことして、あのハーゴンとかいうクソ親父、絶対許さないんだから。クソ親父、ハーゴンがクソ、お、何？あら、あれは何かしら。何、オーブ？白じいがいつも言ったところに何か落ちてるわ。うんうん。ビルダーの魂を手に入れた。白じいはもう完璧に死んだってこと？そういうことなのか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか白じいおらんだったし、シドーも連れてかれたし、これからシドーを助けに行く的な展開かな？多分。